はい、皆さんこんにちは、大樹です。今日は珍しくコーチングの歴史の話をちょっとしてみようかなというふうに思うんです。実はまあこの、端っこに書いてあるの見えるかな、ローラ・ウィットワース、それからトマス・レナード、ティモシー・ガルウェイ、ティモシー・ガルウェイインナーテニスとかインナーゲーム理論を作った人で、コーチングにも大きな影響を与えてます。そして、トマス・レナード、まあコーチ A、 日本でいうとのも、まあ、もともとコーチ A が入れたですね、コーチユニバーシティですねのプログラムなんかを作った人です。そして、ローラ・ウィットワースですね、あの CTI を作った一人でもありますけれども、あの彼らは実はつながってます。そしてあのつながってる源流があるんです。で、実はアンソニー・ロビンスですね、あのコーチングと NLP とオリジナルで混ぜてこう教えてますけれども、彼も実はつながってる原点があるんです。それが、エサレン研究所というね、1960年代に、アメリカでね、その、マズローですよね、欲求の5段階とかね、あのそういうのを提唱した、まあ、人間性心理学のマズローですが、あの彼が、そのヒューマンポテンシャルムーブメントですかね、その人間性をこう回復していくとか、人間の可能性を目覚めさせていくということを、まあ、やろうと1960年代、70年代アメリカで、まあ、あの、応援したですね、エサレン研究所というところがあるわけです。で、そこには実は、たくさんの人がですね、まあ、あの、教えたりとかしに来てたわけです。あの、クライアント中心主義のカール・ロジャースですね、はい、20世紀一番影響を与えた心理学者、カウンセラーの一人だと思いますけれども、そして、フィリッツ・パールズ、それからバージニア・サティア、みたいな人たちもここに出入りをしていたし、そして、好きな、まあ、好きなって言っても、あの、9ステップではなくて、ね、あの、行動分析のね、あの、原点になったスキナーですけれども、なんかも、やっぱりここで活動してた。で、こういうものの中からですね、例えば、パールズ、サティアの流れの中から、バンドラー・グリンダーというのが出てきて NLP を作り、そしてアンソニー・ロビンスに行きです。そして、またね、このエサレン研究所の中でこういろいろ学んだ中から、まあ、エアハルドという一般的にはそんなに有名じゃないかもしれませんが、あのこの人が、まあ、自己啓発ですね、自分自身を変えていくとか成長していくっていうことのこうセミナーを作り、で実はそこで接点がある、このエアハルドと接点がありながら、じゃあどうしたら対人支援ができるのかの新しい形を作ろうとしたのが、レナードであり、一緒にやったウィットワースであり、そしてティモシー・ガルウェイなわけです。でこういうところから、コーチングのその目というのがね、こう芽吹いてきた。コーチングのルーツをたどっていくと、一つはこのエサレン研究所にあるわけです。そして NLP も実は、まあ、バンドラー・グリンダーはが学んだね、モデリングした先は実はエサレン研究所にこう出入りしているような人たちで、でやっぱりこういうところから、その1960年代70年代の活動の中からですね、コーチングとか NLP が生まれ、そして我々につながっているとい う, こう歴史があるわけです。そしてマズローね、あのこのマズローに影響を与えたのが誰か、ね、この原点になっているのが誰かといったらアドラーだし、でアドラーは、まあ、交流分析のエリック・バーンだとか、それからアルバート・エリス論理療法から、まあ、認知行動療法にこの後つながっていきますけど、みたいなところにこう多彩な影響を与えているわけです。そしてやっぱりまたここの交流分析の理論だったりとか、考え方やり方だったりとか、それから認知行動療法のやり方なんかもまたこっち経由でそのコーチングとかね、に入ってきながら対人支援の技法として我々はこう使ってるわけなんですよね。そして、まあ、あの直接もちろん指導を受けたわけではありませんけれども、あのデール・カーネギーですねとか、それからスティーブン・コビーとか、自己啓発業界とか何かね、あのそういうところで、ビジネスパーソンに多くの影響を与えた人もやっぱりこうアドラーの思想のこう影響を受けながらオリジナルな何かこうメッセージを伝えようとしている。でやっぱりそういうのの本当に原点にね、100年前原点を作ったのがアドラーなんじゃないかということです。でアドラーの考え方技法というものがさまざまな心理療法の流派を生み、そしてその流れの中でね、1960年代以降、このなんか一人一人の人間のこう可能性をもっともっと、探求してみようとか、それが発現できるような形って何かなということを研究してた人たちの中から、まあ、自己啓発セミナー的なものを経て生まれてきたのがコーチングの実は各流派であり、また NLP であるということなんです。で、やっぱりね、ですからあのいろんな人から学びながら、あのいろんなことができるようになっていきたいんですけど、原点であるアドラーが何を言って何を伝えてくれてるのか、それをいろんな人たちがどんなふうに解釈して現代の、あのコーチング、それからカウンセリング、サイコセラピーの、技術としてね、理論として展開してるのかっていうことをこう学んでいきたいというのが、あの僕自身がこう考え続けてきてることだし、考えてることなわけです。ぜひね、一緒にアドラーをはじめとしていろんなものを学んでみませんかと、こういうことです。ちなみに
平本さんはね、アメリカにいるときにこのアンスニー・ロビンスとかそれからローラ・ウィトラスとかこういう人から学びながらですね、直接こう学びながらで、自分が研究していたアドラーとそれからね現代のこういう手法をくっつけて、よりその本質に基づいた何かアドラーにより直接根ざしたね何か、対人支援の技法はないかなとこう探求していると、こういう位置づけになるわけです。参考まで。それでは。